大変申し訳ございませんでした。前回の動画、音山の動画で、このザッパウを、太さで、抵抗があって、板が走らないみたいなことを言いましたが、大変失礼しました。ワックシングをしっかりしていただければ、非常に浮遊感があって、滑る板でございます。ここにお詫びして訂正いたします。大変申し訳ございませんでした。ということで、ここから本日の動画スタートでーす。はい、こんにちは、しゅんでーす。さあ、今日はなんかまたまたいい天気ですよ。まあ、再びなんですが、国際のゴンドラを使って朝日岳、まあ、GTR に今向かっております。で、先日音山でこのザ・パウをお試しライドしたんですけど、ちょっとワクシングがなってなかったかもしれないんで、ちょっとワクシングをして今日はアサリ岳に来ております。で、昨日結構雪積もったと思うので、結構今日はいいパウダー積もってる状態です。ということで、今日ワクシングしてザ・パウをアサリ岳 GTR でちょっと試したいと思います。では、開けたとこに出た。やっぱでもこういうとこだと風が強いせいか、結構まあシュカブラまでは行ってないけど、ちょっと硬くなってきてるね。でも白井岳めっちゃいい。特に手根山、海も綺麗、国際のゴンドラステーション、天気いいね。ただ森の中は風がほとんどなかったけど、やっぱ風が少しある感じです。さあ、落としどころやってまいりました。さあ、向こうが見えるかな、アサリ岳山頂方面でございます。で、向こうに人も結構びっくりしてるね。で、向こうが私の大好きな GTO で、あれが白井岳ですね。っていうか、あの白井岳の一個の手前のピーク意外と高いんだね、こうやって見ると。では今日は GTR をザ・パウで落としてみたいと思います。まあ GTR こっち方面ですね。ということで、今日のファーストライド行ってみましょう。この辺は雪がちょっと微妙です。じゃあドロップイン、やばい、いた柱。
走らんな。なんか湧き水か。おお。いやー気持ちいい。あ、やばい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 。イエー来たよ GTO。 あ、GTR。 いやーばすーげー。さあ、ドロップイン。うわーやるー、ザッパー気持ちいい、めっちゃ浮く、ふぅー、いやー、いやー、ふぅー、やべ、超浮く。うわー、やべー、ザッパー気持ちいい、めっちゃ浮く、うわー、いやー、うわー、やべ、超浮く。やべえね、超浮くわ。 GTR 一本終わりましたけど、やべえ、ザッパウすげえ。先日の前回の GTR AP2 でライドしましたけど、まあ、その時も良かったんですけど、もう浮き具合が半端ない。こいつすごい。やばい。もうパウダーだったらやっぱりこいつですね。先日は多分ワクシングが足んなかった。すげえ。いいね。もう一本行きましょう。GTR やっぱ。急斜面なんで、登り返すの、半端ない。全然ペース上がらない。しかも、登りトレースがないんで、もう、自分でノートラックで登ってるんで、半端ない。では、めっちゃ登るのきつかった。GTR は。ということで、2本目行こうと思います。で、1本目はちょっとその左側行ったんで、どちらかというと右側行ってみようかなと、ラインちょっと変えようかなと思います。さあ、どうでしょう。さあ、2本目。
超すげえ。やべえよ GTR 今日。さあ行くか。映ってっかな。あれをハロって言わないのかな。はい、2本滑ってまいりました。でもう一回登ろうと思ったんですけど、まあなんか同じとこ3回も滑ってもちょっとあれかなと思って、で今そこに先ほどの方が白井岳に向かってトレース作ってくれたんで、ちょっとやっぱりまた白井岳まで登っていきたいと思います。それにしても今日の GTR 最高で、このスノーダークテックザパウもう最高です。浮きまくる。やっぱり前回の御殿山での板が走んないのはワークシングだったかもしれない。もう最高。これがさっき自分が作ったトレース。頑張ったね。めっちゃ急斜面だからね、そうね。もうこの辺急斜面すぎてきつかった。でだいぶ2年ぐらい前かな、あっちピッチさんと滑ったんですけど、まあ、これ見えないと思うんですけど、やっぱあそこクラックできてるね。あそこやっぱクラックできやすいんだね。そこがヤマプの地図にも載ってますけど、多分あの池です。そこ池です。で今日は前回と違うトレースを使って登ってるんですけど、距離長いんですけど、こっちの方がシャドウがあんまりなくていいかもしれない。で多分ここが今最後 の取り付きっていう感じだと思います。意外と楽、まあ、長いけどね。こっちこれ犬の足跡だね。すごい、山頂まで連れてってんだ。すごい、いや白井岳山頂。真正面向いね。陽一はちょっとガスってるね。いや大好きな GTO 最高だね、あれ。そして今日のもうちょっと GTR は見えないね。あ、そこかな。ということで準備しましょうか。海も今日は綺麗、羊蹄も見えた。でかー。山頂から行きましょうか。とりあえずでも落としどころまで。あったあった。国際のゴンドラステーションも綺麗に見える。当たりだけも綺麗に見える。ということで、じゃあ落としどころに来ましたので行きましょうか。はい、雪どうなのかね。ちょっとこの上はちょっと硬いんだけど。おお、いいね。できてる。あー、めっちゃトラップじゃん。またここでダサダサやっちゃったじゃん。そこも吹き溜まりというかにハマってしまった。グレイ。おーやべ、ハウス優しいこいつ。
しい。うぅああめっちゃ楽しかった。いや、下は別次元のあったこと。再びスノーバイクテックザ・パウをライドしてまいりました。はい、ゲレンデまで戻ってまいりました。いや、最高のパウダーでしたね。 GTR 白井岳もちょっと重パウって感じだったかな。で、おそらくこれから気温がものすごい上がるってことなんで、下手したら今日が最後の今シーズンパウダーかもしれません。そんな中、このザッパウ最高でしたね。本領発揮って感じ。やっぱり前回ワックスが足りなかった、入ってなかったのかもしれません。ワックス今日入れたらですね、もう別次元の浮遊感でございました。最高の板です。ということで、前回ちょっと微妙な感じでしたが、今回このザッパーもう大絶賛でございます。ということで、今日はアサリ GTR そして白井岳でザッパーお試しライドでございました。次の動画でまたお会いいたしましょう。さよなら。